ピエロディ・ロレンツォ・デ・メディチは、フィレンツェのメディチ家の当主の一人。フィレンツェ共和国を追放され、創生したため、ピエロロス・フォルテュナーとあるいはピエロ・イル・ファトオと、通称される。ロレンツォ・デ・メディチとクラリーチェ・オルシーニの長男で、ジョバンニ・ジュリアーノの兄である。メディチ家最盛期を築いた父、ロレンツォが1492年に43歳で、病死すると、 ピエロは20歳の若さで家督を継いだ。もともと人望に乏しく、不満も高まっていたが、1494年、フランス軍がナポリオ王国を目指して侵攻した際、交戦せず独断で、フランス軍の入場を許可したため、フィレンツェを追放された。これと一緒に、メディチ銀行も破綻した。メディチ家は亡命生活を送ることになる。その後、ピエロは、 チェーザレ・ボルジアの軍と共に行動していたが、1503年、戦闘で闘争中にガリラーの側で歴史した。ピエロの死により、メディチケの当主は弟のジョバンニに継承された。ピエロの頃、レンツは1513年、ジョバンニと共にフィレンツェに帰還し、復権を果たす。ありがとうございます。